もビューキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースアートロールカムスバージョン2ということで、騙しが来たということでしょうか。そんでさ、僕いつも思うんだけど、サムネに GL って書いてるじゃん。あれトロールコースの中で結構あるんだけど、あの GL って何なんだろうね。説明文にね、グッドラックって書いてるから、グッドラックの略なんかなって思うんですけどね。ヘイシリ、グッドラックの意味って何？はい、グッドラックの意味って何について、ウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。教えてよ。まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.9% でね、今グッドラックの意味調べたらさ、頑張ってねっていう意味だったんですよ。それじゃあ今日も頑張っていきたいと思います。なんだ今日いつもと違うね、このハテナブロックは。あ、まさか速攻で忍者が出てくるなんて思わなかったね。それじゃあ下のハテナブロックは1キャップが3つっぽいね。じゃあスターを取っていけと、そういう感じだね。本当にいいのか、このままダッシュしてって。今日はバネ用事があったみたいだね。きっと急用だよ、あんなに急いでどっか行ってるもん。それじゃあここはリンクを取ってっていいのか、重心ってなんだ、10秒待てばいいのか、このドアに入ってったら。マグマに直行。なるほどね、ここはスターが切れるまで待っておけっていうことね。そんでここよく見たらさ、下にバーがあるね。それじゃあ扉に入っていきましょう。この右下のくぼみ絶対罠だよ。なんでこのシーソーに行きたいと思います。頼むって、下ろしてって。これ降りれないパターン、もしかして。あれ USA、 あ、分かったよ、 USA を取って下に降りれっていう感じなんじゃないかな。このままだったら下に降りれないもんね。なんでこの USA キノコが出る真下で取れば下に行くと思うんですよ。いや違うんだって。じゃあここどうやって下に降りればいいんだろうね。端っこかな、一旦端っこに取ってみる、一番左で取ってみる。そしたらどうなるかだね。なるほど、端っこが正解っていうわけね。それじゃあ次は砲台か。移動するだろ絶対に。移動するだよ、絶対に動くだよ。動いて動いてくれよ、僕待ってんだぞ今。それじゃあここは一旦ブラパ落としておいて先に進めっていう感じだね。さあレビーがいるな。タグにボスバトルって書いてたのはあなたですか。レビー倒します。どこに連れてってんだよ、頼む隠しブロック。何もないのか、なんか用意しとけよ、知りたいキュンとかさ。それで僕ね、気になってることがあるんだよね。このスターを取った状態で一番左の針にひっついておくじゃん。そしたら当たるのかな、当たんないのかな。僕当たると思うんだよね。なかなかやるじゃねえか、レミーの後ろにドクロコースターを準備させてるなんて。そんじゃここは綺麗にレミーの後ろに行くよ、バネ邪魔しないでね。よし、うますぎ。それじゃあここは被弾していいのかな、被弾して先に進んでみるよ。なるほどね、ここに中間ポイントがあるのね。でも僕は中間ポイントはいらない男、そして命までもいらない男。何言ってんだ、命までいらない男ってつまんねえんだよ。じゃあ裏に中間ポイントがあったんで、無事中間ポイント取っていきましょう。邪魔すんなだけんや。まあ無事中間ポイントも取れたしさ、落ち着いていこう。そして2個目の砲台のところが落ちたよね。なんで3個目に行く、これで。なるほどね、ピースイッチが発動してくれるっていうわけで、ここは上か右か、上の恋は怪しいな、なんで右に走っていきたいと思います。こっちがやるならやれよ、なんだよここだけブロックってよ。ノーノーだよ。それじゃあここは30コインの方に行ってよかったっていうことだね。いやこれはピースイッチがギリギリ切れる寸前でスターを取らなきゃいけなかったんじゃないのかな。どうなんだろう、頼むこの先スターがいらないで。待って、こっからが問題なんだよな、スターはいらないで。ナイス。それじゃあこのデカキノコを取っていきましょう。このまま行っていいのかな。1段目と3段目、2段目は抜けていこっか。1段目から次3段目。それじゃあここは2段目だけ踏んでいってみるね、これで。なるほど、間に合うっていうわけね。さあ進んでいきますか。
これは上のドア怪しい。一番右のドア入ってってみていい？こっちが正解なんじゃないから頼む、正解に合ってて。あっ、こっちで絶対合ってるよ。そして左を進化しておくね。下に降りて左を進化。そんなとこに針があるとか思わないじゃん。これも下が正解だと思う。どうなる？あっつ、この上のドカすげえ気になんない？ここ隠しマーク出てくるんじゃないの？なんだ、魚捨ててんのか。今日は出番が少ないと思ったらさ、こっちはなんだ、新探究か。あーね、そういや今僕ね、4人グループでゲーム実況しないかって誘われてるんだけど、もう3人は決まってるらしいんだよね。で残りの1人どうですかみたいな。その誘ってる方がみんなすごい人でさ、もう一人一人がさ YouTube のチャンネルで再生数が10万とか、もうそんな感じの人たちなんだよね。僕なんか全然桁違いの3人でね、めっちゃ恐縮してるんですけど、まあ、どうしようかなって考えてますね今。まあ多分組まないかなとは思うんですけどね。僕ってさずっと一人でやっていってそうじゃない？それじゃあこの下のドアなんだけど、確か地下ブロックがあったよね。なんでこのドアに入っていきたいと思います。さあ時間ポイントあるのか。時間ポイント取らせて。さあこの先ボスって書いてたけどさ、ボス倒さないけんのかな。ここ足があるんだね。そんでいやちょっと待ってね、まだ全然理解できてない。真ん中の土管からマスターソードが出てきてくれてるのがせめてもの救いだよね。それこれスララ何回当てればいいのかな。多分3回ぐらいでいいと思うんだけど、もう左早くマスターソード出して、左のモーターも2回当てる。よっしゃ来た、あと1匹だね。多分上にかける2って書いてるから、多分両方倒さなきゃいけないと思うんですよ。頼む当たって。よっしゃ、これやられることはまずないと思うね。多分簡単に倒せると思う。マスターソードが出てきてくれてるおかげでね、結構簡単に倒せやすいんだよね。さあクライアあと1回でしょう。これもう飛ばしていいから、ここで多分いける。よっしゃ、これでもうゴールなんかな。もうボス戦だったらもうゴールでいいよね。来たんじゃないんですか。あの土管に入ればゴールが待ってるみたいな。花火まで打ち上げてくれて、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオジャンプということで、なんだコース名の最後の音符マークは。そして説明文見てもらっていいですか。うまいことジャンプしましょう。音符マークがあるんですよ。可愛らしく音符マークなんかつけてくれちゃって、コースは全然可愛くないんだよ。この方あれだよ、 LINE の返信で最後の文字に音符をつける人だよきっと。すいませんね、コース画面でいつもうるさくて。まあサムネの通りですね、針と床の間に入って進んでいけっていうコースだと思うんですよね。多分あのバネは飾りだと思うからさ、意味ないと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.71%。 そしてコース名がさ、ジャンプっていう可愛らしい感じだから、僕も可愛らしくジャンプって言いながらやっていこうかなと思います。ジャンプ、ヤいや違うんだって、あの間に入るの絶対に難しいよ。針って当たり判定が大きいからめっちゃ狭いんだよね。さてこのジャンプを何回繰り返せばいいんでしょうかね。この次にジャンプするのもめっちゃシビアだね。まあ皆さん見ててくださいよ、今までタス通りを幾度となく決めてきたこのタスキング、このぐらいちゃんとクリアしてみせましょう。ジャンプ、やばい、1個目から先にマジですまんねえ。ジャンプの言い方が悪いのか、もっと可愛く言えてか。ジャンプ、ジャンプ。でもこのジャンプの言い方だったら1個進めたね。もっと可愛く言ったらきっと2個目3個目いけるから、みんな見てて。ジャンプ、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 ジャンギャリアー。まだ可愛さが足らなかったようだな。もっと可愛く言えばきっとゴールできるよ。やべすげえ変な声出た。すいません皆さん、今回ジャンプしか言ってない実況で、でもこうしないときっとこのコースクリアできないと思うんですよ。可愛さが求められてるんですよね。やべ、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 やべ。できたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。